八戸線は、青森県八戸市の八戸駅から、岩手県久慈市の久慈駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。八戸駅サ駅間には、海猫レール、八戸市内線という愛称が付けられている。久慈駅で接続する三陸鉄道リアス線とともに、三陸海岸沿岸を走行する。沿線の眺望は、丘陵、海岸、工場、都市、高架。 電園と様々に変遷する。近年は安全だけでなく、景観についても配慮されている。当線は大半の区間で海沿いを走るが、陸中中野駅陸中夏井駅間の約 13km は内陸部を走行し、この区間は侍浜駅付近を頂点とする勾配区間で時速 30km 程度で走行する。 長縄城駅本八戸駅間のま淵川橋梁においては、機関車牽引列車は時速 30km、機動車列車は時速 40km の速度制限を受ける。八戸都市計画都市高速鉄道八戸線として連続立体交差化が行われ高架線が続く。八戸市内を含め全体的に60時速 70km 程度で運転されている。 キハ4 0系、キハ48型で運行されていた当時は、冷房搭載やエンジン乾燥による性能向上を受けていない原型車がほとんどだったため、列車の運転速度は全体的に低かったが、2017年に新性能機動車のキハ e 1 3 0系が導入されたことにより、ジョイフルトレイン、 リゾートウミネを除く一般車全車がキハイ E130 系に統一された2018年からは、多少の時間短縮が図られた。また、キハイ E130 系の全車導入完了により、当線の全車冷房化が達成された。2010年12月4日の東北新幹線の八戸駅から新青森駅間開業に伴い、東北本線の八戸駅青森駅間が多い。 森鉄道に移管され、大港線と共に、他の JR 在来線と接続のない孤立路線となった。2007年11月、JR 東日本が新幹線延伸後も八戸線を運営していく方針であることを正式に発表している。なお、青春18切符は青森、または、野辺寺から八戸まで、青い森鉄道線の駅で途中下車しないことを、 条件に使用が認められる特例が新たに設けられた。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震で全線が普通となっていたが、2012年3月17日までに全面復旧した。全線が JR 東日本森岡支社の管轄である。在来線の八戸駅は青い森鉄道の管轄で、あるが共同使用駅のため、 森岡市社管内の JR 駅としても扱われる。日本鉄道により1891年に開業した本線の駅が海沿いの八戸市街から離れた尻内に設置されたことから1894年に尻内駅から分岐して八戸を結ぶ支線を敷設したのが始まりである。同年中に八戸から港へ延伸され、この状態で、 日本鉄道は1906年に交付された、鉄道国有法により1907年11月1日に買収され、関節鉄道に編入後、1909年に八の都線と命名され、1924年に八の辺線と改称された。1924年より八の辺から分岐する種市への路線延伸工事が行われ、翌年には陸中やぎ、 1930年に9時まで延長されて、八戸線が全通した。八戸駅、九時駅間の経路設定にあたっては、当時の陸軍より、岩手県大野付近が、鉄鋼の原材料供給地であること、有事の際の鉄道破壊を懸念し、海岸線より、内陸の大野付近を通過することが望ましいと、主張していたが、結局海岸線を通過するルートとなった。サメ駅、 九時駅間は1968年の赤字83線の議論に上がっている。1975年に当線の実質的延長線である九時線が普代まで開業したが、こちらは国鉄再建法の施行により特定地方交通線に指定され、1984年に第3セクターの三陸鉄道へ転換されている。 陸中八木駅には JR 線における最後の腕木式信号機があったが2005年6月28日に色透過され廃止されたタブレット閉塞式を用いて運転していたが本八戸駅、九字駅間で軌動回路検知式化の工事が進められ2005年10月には同区間の特殊自動閉塞化が完成し2005年12月のダイヤ改正時に ctc 化された。2011年3月11日の東日本大震災により宿戸駅、陸中中野駅の間で大津波による浸水や線路の流出、水没事故が発生。これにより全線で不通となったが段階を追って復旧工事を行い、2012年3月17日のダイヤ改正で全線での運行が再開された。 JR 東日本の東北地方被災地域では7つの路線が地震や津波による路線、駅舎崩壊や浸水などの被害を受けて部分的に運休する区間がある中、全線復旧の第一号となった。復旧工事を行うにあたり、津波や浸水が予想される駅では駅舎に避難経路を作り、また線路から高台に避難ができるルートも設定された。なお、 列車運行中に津波警報が発表された場合の対策として、車両の乗降口デッキに避難の仕方や避難口の案内などが書かれた津波警報が発表された場合のお願いの案内が掲示されているほか、各車両に緊急避難用はしごが配置された。八戸線は現在普通列車のみが運行され、地域輸送に特化された運行形態となっている。 二千十八年三月十七日改正をもって、普通列車の車両は、すべて機械 E130 系に統一された。二千十八年三月十七日改正時点で、八戸駅、福祉駅間全線同士、列車一日九往復に加え、八戸駅サメ駅間には一日十往復の区間列車が設定されており、この区間については、昼間の換算時間帯でも一時間に一本程度の、 運転間覚となっている。機イ E130 系にはワンマン運転に対応した設備が搭載されており、2018年10月20日から一部列車がワンマン運転となった。2018年3月16日までは、青い森鉄道線三3個駅を始発駅とする直通列車が2本設定されていたが、二千十八年のダイヤ改正で同線との直通運転は廃止され、 すべての列車が船内完結での運転となった。この列車は2017年3月3日までは岩手銀河鉄道線小津屋駅を始発としていたが2017年のダイヤ改正で参考始発に短縮された。かつては上記の2本の他に東線と東北本線を直通する列車が多数設定されており、 国鉄時代の1970から1980年代前半には、優等列車として、五能線と直通する急行、深浦や急行、夏止まりが運行されていた。民営化後の1990年代前後には、東北本線1個、2個、3個、三沢、野辺地方面直通の普通列車が多数設定されていたが、1996年の東北本線、 森岡海北区間への701系電車投入に伴い、当線のディーゼル機動車列車の東北本線乗り入れは限定的となり、東北本線森岡方面から当線に直通する前日の朝の下り列車2本を除き解消されている。2016年までは、津軽線と八戸運輸区の車両を共用していたため、八戸駅青森駅間のキハ40系による、 機動車列車自体は残存した。また、1984年に、九時駅から南方に伸びる国鉄九時線が、三陸鉄道へ転換され、北リアス線となる以前は1日3本程度が、九時線直通で、富大駅まで運転されていた。1999年以降は、毎年夏に、三陸鉄道北リアス線、南リアス線などからなる三陸中間鉄道を、経由して、 八戸駅から仙台駅まで直通する臨時快速列車リアスシーライナーが運転されていたが東日本大震災で三陸縦貫鉄道の各線が普通となったため2011年以降は運転されていない。八戸駅、九慈駅間の定期普通列車のうち1日1往復は土曜、休日などにはリゾート海猫を使用して運転される。 リゾート海猫は2011年4月29日から、八戸駅海上駅間で運転を開始した。当初、同年4月23日より、八戸駅、久慈駅宮古駅間で運転される予定だったが、3月11日に発生した東日本大震災による大津波によって、甚大な被害を出したことによって運転できなくなったため、計画が変更されたことによるものである。 2012年3月17日に八戸線が全線復旧し、運行区間が八戸駅、九次駅間に延長された。2013年10月19日からは団体臨時列車として、レストラン列車、土北エモーションの運転が開始された。以下において車種は突起なければ、機動車である。 2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は、八戸駅、本八戸駅、六津港駅、佐メ駅、種市駅、久慈駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため、集計対象から外されている。うちは営業記録年度の平均通過人員は、以下の通り報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。